月は約27.3日の周期で地球の周りを公転している。正確には地球と月は地球の中心から約4 6 0 0トルの地点にある共通の重心の周りを公転する。平均では月は地球の中心から地球半径の約60倍に相当する38万 5000km の距離にある。 平均軌道速度は1023メートル毎秒で、月は背景の構成に対して1時間におおよそ角直径と等しい0.5度程度動く。月は他の惑星のほとんどの衛星とは異なり、その軌道平面は王道に対して5.145度傾いており、さらに月の時点軸は王道水線から6.688度傾いているカッシーニの法則により月の再差運動は、 月の光転周期と一致し180度ずれているので、月の赤道は常に王道に対し一定の1.543度となっている。近天と遠天での大きさの比較この節で記述される月の軌道の性質はおおよそのものである。地球の周りの月の軌道には多くの不規則性を持ち、その研究は長い歴史を持つ。月の軌道は楕円型で、 離心率は0.0549である。円形ではないため、地球上の観測者から遠ざかったり近づいたりし、月の角速度や見かけの大きさは変化する。共通重心の地点にいる仮想の観測者から見た1日あたりの平均角運動は、東向きに13.176度である。超軸月の軌道の超軸は8.85年で一周している。軌道の方向は、 空間的に定まっておらず、再差運動を行う。軌道の最近点と再延点は、それぞれ近点と延点である。この二点を結ぶ線は、ガツ自体の運動と同じ方向にゆっくりと回転しており、3232.6054日で一周している。これを近点移動という。軌道要素の定義ガツの理覚は、 その時点での太陽に対しての東向きの角距離である。新月の時はゼロであり、合わせと呼ばれる。満月の時は理覚は180度であり、小、特に持ちと呼ばれる。どちらの場合も月は惑星直列の位置にあり、つまり太陽、月、地球がほぼ直線上に位置する。理覚が90度、または270度の場合、糊と呼ばれる。交点は、 月の軌道が王道面と交わる点である。月は27.2122日ごとに同じ光点を通過し、この期間は光点月と呼ばれる。二つの平面の共通部分である光点線は逆行運動し、地球上の観測者からは王道に沿って西向きに18.60年で一周する。天の北極から観察すると、光点は地球の時点及び光点とは逆に、 地球を中心に時計回りに動く。月食や日食は、交点が太陽の方向と合致する、おおよそ173.3日ごとに起きる。王道面に対する月の軌道の平均軌道傾斜角は5.145度である。月の時点軸も軌道面に垂直ではなく、そのため月の赤道面は、軌道平面に一致せず、常に6.688度傾いている。 月の軌道平面の再差のために、月の赤道面と黄道面の間の角は、和と差の間で変動すると考えられがちだが、1721年に、ジャックカッシーニが発見したように、月の時点軸は、軌道平面と同じ速度で、再差運動するが、180度以上がずれる。そのため、月の時点軸は構成に対して固定されないが、黄道面と月の赤道面の間の角は、 常に1.543度である。下死には、王道は南半球で最も高い石碑マイナス23度29に達する。同時に南半球において昇降点は太陽と90度をなし、満月の石碑は最大のマイナス23度295度9つまりマイナス28度36に達する。これは南半球のルニスティスと呼ばれる。9年半後、 高校点が90度になると、満月の席位は最大の23度295度9つまり28度36に達する。この時が北半球のルニスティスである。月と地球の大きさと距離。1ピクセルは 500km である。地球と月の距離は地球から月までの距離である。 平均は3 8 4 4 0 0トルであるが、月の軌道の近点では36 3 6 3 3 0 4トル遠点では4 0 5 4 9 5トルである。地球と月の距離の高精度の測定は、地球上のライター極から発射した光が、月面上の再起反射器で反射して戻ってくるまでの時間を測定することで行われる。月は、 年間平均3.8センチメートルの速さで、螺旋状に地球から遠ざかっていることが、月レーザー測距実験によって明らかとなった。交代速度は異常に速いと考えられている。地球と月の距離を最初に測定した人物は、紀元前2世紀の天文学者、地理学者のヒッパルコスで、単純な三角砲を用いた。彼は、実際の長さから約2万6千キロメートル短い。 値を得て、その誤差は約6.8%であった。アメリカ航空宇宙局のニアアースオブジェクトカタログでは、LD を単位として、小惑星や彗星の長さを表している。約3000年前、バビロニア人は一貫性のある月の観測記録を始めた最初の人類文明となった。今日のイラクで発見された設計文字で書かれた当時の年度版には、 月の出や月の入りの時間と日付、月が近くを通り過ぎた、恒星、太陽と満月の昇降時間の砂糖が記された。バビロニア人は、月の運動の3つの周期を発見し、データ分析を用いて将来までの、退院歴カレンダーを作った。詳細で体系立てられた観測データを用い、実験データに基づいた予測を行うことは、人類の歴史上初期の科学的法。しかし、 バビロニア人はこれらのデータの幾何学的、物理学的な解釈はしなかったとみられ、将来の月食を予測することはできなかった。古代ギリシアの天文学者は初めて天体の運動に数理モデルを導入し、分析した。プトレマイオスは、ジュエンとシューテンエンとデッサの幾何学モデルを用いて、月の運動を記述した。アイザック・ニュートンは、初めての完全な運動理論を発展させた。 人類の観測した月の運動は彼の理論の試験台となった。月が軌道を一周する周期を測定する方法にはいくつかがある。恒星月は、恒星に対して一周する期間で約27.3日である。対照的に、1日持ち月は月が同じ月小に至るまでの期間で約29.5日である。地球月系は1恒生月の間に、 太陽の周りを有限距離移動するため、同じ相対配置に戻るまでに長い時間を要し、1日持続月は、恒星月よりも長くなる。他に、近天から近天までの期間や昇降天から昇降天までの期間、同じ光景を通過するまでの期間で定義する方法も、ある。月の軌道の再差が遅い結果、後者3つの期間は、恒星月とほぼ同じである。 暦の上での月の平均の長さは約30.4日である。強時的な月章の変化。見かけのブレは測り道として知られる。月は長石固定されており、地球には常に同じ面を向けている。しかし、月の軌道は楕円形であり、各速度が変化するため、光点速度が常に時点速度と一致しているわけではない。月が近点にあるきには、 時点速度は、公転速度よりも遅く、地球からは最大8度程度、東側の月の裏が見える。逆に、月が円転にある時には、時点速度は、公転速度よりも速く、地球からは最大8度程度、西側の月の裏が見える。これは、軽度測り道と呼ばれる。また、月の軌道は、地球の横道面に対しても5.1度、傾いているため、 光点中に月の時点軸は近づいてきたり遠ざかっていったりするように見える。これは井戸測り道と呼ばれ、極を越えて月の裏の7度程度が見える。最後に月は地球の重心からわずか約60地球半径しか離れておらず、赤道上で一晩中月を観測する観測者は横方向に地球一つ分動くことになることから、 日周測り道と呼ばれる現象が生じ、さらに経度1度分見えることになる。同じ理由から地球の両地理局にいる観測者は、緯度1度分もさらに見えることになる。太陽の周りの月の軌道経路は常に外に凸である。天の北極、すなわち北極星から見ると、月は地球を半時計回りに公転し、地球は太陽を半時計回りに公転し、 月と地球は自身の自転軸を半時計回りに自転している。各速度の方向を示すためには右手の法則が用いられる。右手の親指が天の北極に向ければ指の曲がりは月が地球、地球が太陽を交点する方向を示す。太陽系の描写は太陽の視点からの地球の軌道と地球の視点からの月の軌道によるのが通常である。 こうした視点の使い分けは地球の周りを回る月が太陽から見て逆行することがあるような印象を与える。しかし地球の周りの月の軌道速度は太陽の周りの地球の軌道速度よりも遅くこのような逆行を伴う運動が起こるわけではない。地球月系を連惑星系と考えるとその共通重心は地球の中心から約4 6 2 4トル。 地球半径の72.6%に位置する。この共通重心は地球が日周運動をする間、常に月の側にある。太陽軌道の地球月系の経路はこの共通重心が規定する。その結果、地球の中心は昨晩月ごとに軌道経路の内外に移動する。太陽系の他のほとんどの衛星とは異なり、月の軌道は惑星の軌道と非常に近い。 太陽から月への重力は地球から月への引力の2倍以上になり、その結果、月の軌道は常に突面であり、凹面の場所や環状になった場所がない。地球月の重力計が保存されたまま太陽の重力がなくなれば、月は恒星月を周期として地球の周りを回り続ける。ありがとうございます。